タート。さて今日のテーマは実績がなくてもうまくいく秘訣をですねお届けしているわけなんですけれども、始めたばかり、仕事を始めたばかりの人は、あ、クエさん、クアラムプンからありがとうございます。あ、ゆくさん、バリの補修校も行きたいです。なかなか仕事がうまくいかないと思ってると思うんですよね。で、あ、四国から清美さんありがとうございます。で、実績がなくないと多分なんかこう自信がないじゃないかなと僕はなんとなく思っていて、まあ、僕も始めた当初はそうだったんですが、ちょっとまず皆さんにお聞きしたいんですね。それはちょっと今コメント欄にも書きますけど、はい、実績が、あれ、実績がないとどんな悩みがありますか、まあ、仕事をしていく上で実績がないとどんな悩みがありますか、ぜひですねその答えを書いてみてください。それではどうぞ。今日も時間通り終わるといいな。ベトナムはですね時差が2時間あって今はねまだね朝10時なんですよ。で今日は、お昼にそのベトナムで魔法も質問をする展開を打ち合わせをしてくる予定なんですけど、下垣さん、信頼されないのではという不安がありますと。なるほど、そうだよね、信頼されないかもって思っちゃうもんね。ぜひ皆さんも実績がないとどんな悩みがあるのかということを書いてみてくださいね。まやちゃん、収入の安定が心配です。まあ心配ですよね。ゆりゆりさん、信用が低いため集客に困りそうな不安があります。そうだよね、実績ないとね集客できないんじゃないかと思っちゃうもんね。武田悦子さん、実績がないと体験談が少ない。うん、確かに、話せるねエピソードもね限られてきますよね。アドマスクさん、信用されないのではと心配です。マオキさん、タイとベトナム近いですね、今すぐ来てください待ってます。沖縄で会えるか、質問カンファレンスで会えるか。マオキさん見てくれてありがとう。ケンチさん、信頼感がないという不安です。なるほど。ミサコさん、必要とされてないかもとへこみます。なるほど。カンさん、価値を伝えきれないではという不安があります。信頼が薄いように見えるお試し価格とか安く売らないと買ってもらえない気がします。なるほど、こういう感じなわけですね実績ないと営業しづらいのではないか。ロイちゃん、そうだよね、営業しにくいと思うよね。まあ、逆に実績がある人にみんな行きたがるよね。小田裕二さん、実績ないとお金を取りづらいと。うん、で今日はそんな人のためにもためになるような考え方をお伝えしたいなと思うんですが、まずですね、今自信がないとか集客の不安とか、っていうところがあると思うんですが、ちょっとここで僕のお話をしたいと思います。実績がない時って、初期の頃だよね。で初期の頃ってどういう悩み、僕の場合はどういう悩みかというと、1個は集客の悩みと、もしくはこの商品力の悩みで、コンテンツって言いますけど、コンテンツの悩みがありました。で集客の悩みっていうのは、実績がないからお客さんが来てくれないんじゃないかっていう話ですね。で商品の悩みは、その実績がないから、なんだろうな、
信頼してもらえ、経験値が少ないから信頼してもらえないんじゃないかというふうに、思って、まあ、いたわけです。でどのようにしたかっていうところをお話をしたいと思うんですけど、まず商品がまあないというか、商品がまだ完成してないっていう時の話をしたいと思います。僕ですね、最初に作った商品、今でも覚えてるんですけど、もう買えないですけどね、今十数年前、まだ本を出す前だったんじゃないかな、2004年か5年ぐらいなんですけど、ある DVD 教材を作ったんですよ。もう DVD なんか今の時代ないですけどね、 DVD 教材を作って、でそれテーマが、まあ、大まかに言うと自分らしいビジネスを発見するみたいな感じだったんですね。でその時に僕色にこだわってたんですよ。で今もそうなんですけど、魔法の質問のホームページウェブサイトを見てもらうと分かるんですけど、オレンジと、まあ、ちょっと黄色とオレンジとかを使ってるんですね。でそれはカラーセラピーのベースになってるものを使ってるんですけども、オレンジの意味とか黄色の意味とか、オレンジと黄色の意味とかっていうものを使ってるんですよ。でそういうふうに色を味方にするっていうのは、なんかみんなもやったらこう自分らしさ出るんじゃないかなと思って、それで、やったんですよね。でも僕は別に色の専門家じゃないじゃないですか。だからまあその色に関する商品がないんですよ。でどうしたかっていうと、その僕を見てもらったカラーセラピストの方にお願いをして、こういう商品を作りたいんだけど一緒にやってくれませんかというお願いをして、そのコラボで作ったんですよね。なので商品力も実績も僕にはないんだけど、その人にはあるんですよ。なのでその人と一緒にやるっていう、ことで僕は実績をもらっちゃったんですね。でその代わり僕一生懸命売りますということで、行ったっていう経験があります。それがまあ商品力がないバージョンの話です。でハートさん DVD 教材ありましたね、買ってくれたんだよね、きっとありがとう、懐かしい。でなので商品力に自信がない人は、商品を持ってる人とコラボしてみるっていうのは一つの手です。もしくは商品を持ってるか、商品のそのサービスとか講座の実績がある人とコラボしてみるっていうのがポイントです。で次、集客の悩みというか、顧客がいないという場合、僕はどういうふうにしてるかというと、これ昔も今もそうなんですけれども、顧客がいる人にお願いをする、ちょっと当たり前すぎるとか大げさすぎるかもしれないんですけど、顧客がない場合、例えば僕今でもやってるんですけど、そうですね、例えばじゃあ、最近の例を言う、最近の例は、この間京都で、講演会をやったんですよ。で講演会をやったのは京都の学生たちに、まあ、来てくださったのは京都だけじゃなくていろんなところから来てくださったんですけど、やったんですね。で僕は学生さんたちにおいての集客力はもうないんですよ、まあ、認知度もないんですよ。でこれ本当のことで、だから僕の名前を出して学生さんに言っても、それ誰っていう感じなんですよね。でそこで僕はコンテンツはあると、
今はね、今はコンテンツはあるのでコンテンツは話す内容、僕の場合は話す内容のことです。でそれをレクチャーしますと、講演しますと、でそれはもう無料でいいですと、でお金はいりませんと、主催者の人にですねでその代わりお客さんを集めていただけたら嬉しいですというようなコラボを行いました。でそうすることによってどうなったかというと、その時は50人ぐらいの学生さんに来ていただいたんですけど、その人たちと新しい接点ができたというものです。まあ、多くの場合は、まあ、僕も部下しそうなんだけども、商品 と、集客、その両方取りたいと思っているかもしれませんが、どっちかを手放すと、なんか今みたいな分かち合いというかコラボができるというふうに、考えています。ですので商品はあるけど顧客がいないとか、もしくは顧客は人は集められるんだけど商品がないっていう、要はどっちかの実績がない場合っていうのは、その実績が、その片方の実績がある方とコラボをするっていうことをやると良いですね。でここで、両方ない人もいると思うんですけど、両方ないっていう人のやり方もあるので、それはちょっとね、後で、ね、説明というかしたいと思います。じゃあちょっとここで聞いてみようかな。集客の悩み と、商品力がない、どっちが不安ですか、どっちが欠けていると思うか、いや集客力がもっと欲しいのか、商品力や実績が欲しいのか、それをですね、ちょっとコメント欄にいただけたらなと思います。集客が足りてないか、商品力が足りてない、ま、もしくは両方が足りてないでもいいです。ケンさん、ケンちゃん、そのやり方のアイデアを生んだやり方、なるほど、その時に自分にしていたであろう質問を知りたいです。足りないものは何だろう、それを持ってる人は誰だろうかな。まやちゃん、集客力が足りないです。伊藤さん、集客力が足りないです。パキさんも集客力が足りないです。タツさん、集客力が足りないです。でガイトさんは、商品力が足りないです。なるほど。集客力がやっぱ圧倒的に足りないんだな。ってことは、みんな商品は持ってるわけだよね。コンテンツや商品を持ってるから。あ、いいコメントがあった。エツコさんかな。商品力が足りないから集客力がないのではと悩んでますとありますが、商品力があっても集客力ができるとは限らないので、これと2つはね、切り離して、見ても良いですね。でその集客力、やっぱりね、あれだな、じゃあこれからの時代は、ちょっと今日のトピック進めますけど、どうやったら人が集まるかというか、どうやったら人が集められるようになるのかっていうところ、商品がなくてもを持ってると、商品がたくさんある人たち、商品があるたくさんの人たちからのオファーがあるっていうこと、すごく需要があるっていうことだよね。なんか今日のライブ配信を見て、なんかちゃうの、今日のライブ配信を見て、集客力がある人はすごく
価値があるということを気づけたらいいのかなと思います。で、じゃあ続いての質問なんですけど、集客力がない人は集客力がある人とコラボするといいですよね。で、集客力はあるけど商品がない人は商品力がある人とコラボするといいですよね。で、じゃあそこのコラボするっていうのがすごく大事になってくるんですが、まあ、僕はそのコラボをこう分かち合うっていう表現をしてますが、分かち合える人と分かち合うができない人がいると思うんですね。その質問に答えていただければと思います。ちょっと今ねコメント欄に出しましたが、質問はコラボできる人とコラボできない人の違いは何だと思いますか。これは集客力がなくても商品力があればコラボできるわけだし、商品力がなくてもコラボできるわけなんですよ。でもその中にこうコラボしやすい人とコラボはちょっとなかなかできにくい人、いや分かち合いができにくい人っていうのがいると思うんですけど、それはどんな違いがあるのかっていうのをちょっと考えてコメントしてみてください。待ってる間に景色を消そう。今日は中之湯は晴れてるよ。ああガイトさん、いい答えですね。登りたい山が同じかどうか、そうですね、同じ人と登りたい山、今ビジョンですよね、が同じかどうかっていうのはすごい重要だと思います。まやさん、コラボする方と縁があるかないか、これもねすごくもう本質的な、答えですね。いいですね。縁がある方とコラボしていて、縁がない人は頑張っても、難しいと。ちなっちゃん、コラボは分かち合いと考えているかどうかと考えているのかでしょうか。そうですね、コラボイコール分かち合い。マリさん、信頼関係を築けるか否か、あ、これもとてもいいですね。ひろみさんかな、同じ志の仲間がいるかどうか、うん、やっぱビジョンとか志ってね同じく大事ですもんね。マチコさん、対等な関係を築くのが苦手、なるほど、あんな人はダメってことですね、きっとね。ダイユツルさん、コラボしたい相手にとってメリットがあるかどうか、いいですね。ユリビさん、相手の足りてないことを私がカバーできる場合コラボできる、うん、これがそんとそうですね。ちなちゃん、ミッションやお届けしたい方が近いとコラボしやすいと思います。これとっても、ね、重要なポイントですね。マーベラスマリコさん、自己信頼、他者信頼ができるか、信じ合えることができるかどうかですね。伊藤さん、人との関わり度も大事ですね。お母さん、何のためにその目的や目指すところは同じかどうかですね。のりこさん、一緒にコラボする人に愛があるかどうか、うん、これも大事。ラーケミさん、お仕事のスタンスが同じじゃないと一緒にできません。そうですね、でお仕事のスタンスが同じかどうかって、仕事のスタンスとはっていうところがの定義がね、一回ちょっと共有してみるといいですよね。吉さん、同じ方向向いてるか、伝えたいことが似てるか。けんちゃん、自分の中にあるものを自分で認めていることとか分かち合いたいが楽しいや嬉しいからできてるかどうかありますね。ともさん、最終目的や見てる方向が一緒、これやっぱ皆さん一緒ですよね。けんちさんも一緒に、けんさんは一緒にいて心地よい人、清美さんは人のために応援できるかどうか、自分のためだけって考えてる人はちょっとねできにくいですよね。あ
とは小松純子さん信頼できるかどうか、あと大村さん、これとっても大事、話しかける勇気があるかどうか。僕なりの違いは何かというと、そうだな、できる人とできない人の違い、与える もらうよりも与える具合が大きい人がコラボしやすいんじゃないかな。これ僕とのコラボという意味じゃなくて、いろんな人とのコラボ、ね、私のために私のためにっていう思いで企画をしたり物事を進めたりすると、ちょっとね、多分ね、うまくいかなくなる時があるんじゃないかなと思うので、ぜひね、これコラボするときはとても気をつけてほしいんですけど、50-50 だと良くないんですよ。で、50-50 じゃなくて、もらったものよりもたくさん返すっていうことを意識してると良いと思います。もらったよりもたくさん返す。で、そこで重要なのはですね、ちょっとね、コメントにもありましたが、相手が欲しいものを知ることが大事なんですね。相手が求めてるものとか、欲しいものを知ることが大事で、そのコラボがあった時に何のコラボを、何を提供して何を受け取るかっていう、これが一致しないと分かち合いができないんですけど、そのためには、相手が何を欲しいのかを知る、これは観察してもいいですし、実際に聞いてもいいですし、まあ、確認するとより良いです。そう、マチコさん、対等じゃダメなんですよ、分かち合いで。ここで、いや私なんてって思う人がいると思うんですけど、相手がなくて、持ってなくて、自分があるものっていうのは必ずあるんですね。で、それは何か実績とか地位とか名誉とか経験とか年齢とかに関係なく必ずあるので、それをいかに見つけることができるかっていうところが大事かなと思います。うわ、カメラの電源なんかもう切れそうだ。さて、次の質問いきたいと思います。だとしたら、どんな人とコラボしたいですか。どんな人とコラボしたいですか。これは、まあ、具体的な人名じゃなくてもよくて、人名でもいいんですけど、こういう感じの人でもいいし、こんなコンテンツを持ってる人、これぐらい集客力がある人とか、こんな人とコラボしたいっていうのを、考えてみましょう。ぜひコメント欄お待ちしてます。どんな人とコラボしたいですか。さてさて、何がありますでしょうか。皆さんの答えをお待ちしています。これもね、どんな答えでも良いですので、須田さん、束縛しない人いい、確かに束縛、コラボして束縛されると嫌だな。ケンジさん、自分が持ってない経験や知識がある人、もうこれいいですね。これね、ほぼね、全員が当てはまるんです。良いですね。杉浦紀子さん、コラボする時間が心から笑える楽しい時間が過ごせる人、いいですね。ゆうこさんなのかな、お互いが高め合える人、コラボ、お勝ち合いをすると磨き合えるっていう意味のいいですよね。で、お母さん、相乗効果が生まれる場作りが共にできる人はいいですね。伊賀久美さん、私のことを知らないけれど、私や私のコンテンツがお役に立てる人とつながっている人、いいですね。伊賀久さん、素敵な方、これとっても大事。かすみさん、同じエネルギーの人、僕もね、同じエネルギー感の人はいいな。悦子さん、人間的魅力を感じられる、一緒にいて楽しい人、人間的魅力が大事ですね。
和田さんおしゃべりが好きな人、おなるほど、マーベラスマリコさん純粋で行動力がある専門家、なるほど、マチコさん尊敬できる人、私自身がその人から学べるという確信を持てる人、あ、相手から学べる人っていう視点もいいですね。村田さん、あり方が尊敬できる人、はるちゃん、気持ちの共有が素直にできる人、正直にできる人、るいちゃん、コラボレーションして違うものをくっつけて新しいものを作ることが好きな人というところですね。まだまだいきますか。ゆうこちゃん、自分がその人の話を聞いてみたいと思える人、そうだね、僕もそういう人とコラボしてるもんな。ビリンさん、誠実な人と考えると結構ね、多分ね、いっぱいいると思いますよ。水田さん、素直な人で、こんな風に自分はどんな人と分かち合いたいのかっていうところを、うん、見つけて行きたいんですが、ここで今はこう相手にフォーカスをしました。今度はちょっと自分にフォーカスをしてみましょう。自分にフォーカスをするための質問を今コメント欄にあげますね。読み上げると、じゃあ今度はあなたが提供できるものは何ですか、あなたが提供できるものは何ですか、ぜひですね、私はこれが提供できる、さっきの私にこれ欲しいっていう、こういう人がいいっていう相手の条件を書いてもらいましたが、今度はあなたが提供できるものは何かをどんどんね投稿してみてください。あなたが提供できるものは何ですか。皆さん昼ご飯食べたのかな。マリコさん、全く違う視座からのメッセージを与えることができると、もう素敵ですね。ガイトさん、誰でも売り上げを上げるリーダーの作り方を知りたい。ユニコさん、心地よい空間と時間。スタさん、傾聴すること、いいですね、どんどん行きましょう。なごちゃん、場が一つにつながる食事、つこさん、新しい仲間を提供できる、みつさん、新たなチャレンジ、愛とチャレンジ精神を提供できる、かすみさん、新たな人脈やご縁を提供できる、ゆこちゃん、場を和ませることができる、丁寧な優秀方、あきる村田さん、けんちゃん、場の雰囲気作りと深い分でつながる時間が提供できる、達也さん、元気とエネルギーが提供できます、マチコさん、自分的なことや準備や段取りが提供できます、安代さん、その人の持っている魅力と可能性を引き出せることができる、パンさん、話したくなる場や雰囲気を作ることと問いかけが提供できる、どんどんね、皆さんの提供できるものが見つかって良いですね。でこの質問はね、結構重要で、今皆さんが書いていただいたその自分の問い、魅力、提供できるものは何かっていうところを、まあ、これ1個だけじゃなくてですね、何個も何個も作っておくといいんですよね。で要はその部分が自分を磨くっていうことでもあり、まあ、自分らしい活動でもあり、自分らしい仕事というふうにもなっていくわけです。なので、質問としては、自分が提供できるものは何だろう、さっきの話でもらうよりもたくさん提供した方がいいんだよねっていう話なので、自分が欲しいもの、提供してもらいたいものが明確になったらですね、今度はそれ以上に自分が提供できるものは何か、提供できるものを増やすためにすることは何かっていうところを考えてね、答えを出していただけたらなと思います。
さて、今日もですね、いくつかの質問に答えてもらいました。このコラボっていうのを、まあ、僕たちはですね、分かち合いというふうに呼んでおります。で、分かち合いの法則というふうに呼んでおりまして、分かち合いの法則、僕たちが大事にしている法則で7つあるんですけど、その7つのうちの1つが分かち合いの法則なんですね。で、分かち合いの法則ができたら、僕としてはなんかビジネスや活動が全く困らないというか、逆に分かち合いができないとほぼほぼうまくいかないと思うんですよね。なぜならば一人でできることって限られていて、まあ、例えば今回ねベトナムに来て、授業したりとかっていうのも一人ではできないことなんですね。で、それぞれが得意なことをお互いに分かち合いながら、なんかこう活動やビジネスって作っていくと思うんですよ。でもどうしてもまあ自分で頑張ってしまう、多分個人事業主の方やフリーランスの方、もしくは小さい会社の人は全部自分たちでやんなきゃと思ってると思うんですよ。で、その概念を少し外して、自分が得意なことをどん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 突き詰めて、毎日毎日磨いていって、でそれを提供して、で逆に相手から欲しいものを提供し、自分が欲しいものを相手からもらうという分かち合いを、することが大事なのではないかと、とても大切だと思います。で、分かち合い、まあコラボとか分かち合いをするときに僕が大切にしている、ポイントっていうのが一個あるので、それをお伝えしていきたいと思います。もし皆さん誰かとね、これ分かち合いをするというようなことがあると思うので、で僕何回か失敗したことがあって、それを話をしたいなと思うんですけど誰かと誰かが分かち合いをするとするじゃないですか。で、その時にこう思うと思うんです。例えばじゃあ A さんと B さんがイベントをやりますと、分かち合いでね。で、その時はA さんが責任 50% で、 B さんが責任 50% っていう風に思いませんか？僕最初ね、そう思ってたんですよ。で、これでやると絶対うまくいかないんですよね。で、なんでかっていうと、半分半分の責任だから、相手がやってくれるんじゃないかな、相手のにちょっと任せてていいんじゃないかなって、これね、お互い思っちゃってるんですよね。で、そうすると結果どっちもなんか中途半端になっちゃって、うまくいかない。だから僕が思ってるのは、2人でやるときは全ての責任は僕の責任ということで分かち合いをやってるんですよ。こうするとうまくいきます。これ別に自分がやらなくてもいいんですよ。相手分かち合いするときに、じゃ 100% 責任はあなたですよっていうのももちろんありなんですけど、要はどっちかが責任者になる、まあリーダーになるっていう意味です。分かち合いだとしても仮に、自分が責任、うまくいかなかったら自分が 100% 責任を持ちますねってなったとしても、まあ、提供してもらうものじゃは、まあ、半分半分なわけですよ。で、役割が、責任の役割がどっちにあるかっていうことを明確にするってだけの話で、で、その上で、相手にいただいた以上に与えるっていうことをやっていくことが大事です。その50/50のコラボは、まあ、やってもいいんだけど責任は必ずどっちかが持つと。まあ、僕の場合は僕が持った方が気が楽なので自分が責任持ちますけど、まあ、皆さんね、そのどっちか責任者は誰っていうのを、ね、決めてやった方がうまくいくんだなあと、ちょっと時間がなくなってきた。もうちょっと、ね、伝えたいことがあって、さっき集客の役割と商品提供の役割っていう風に、役割が違う人たちがくっつくといいよっていう
話をしましたが、これはもう半分半分だとダメなんですよ。私は集客 50% やります、商品提供も 50% やります。で B さんも集客 50% やります、商品提供 50% やります。だと半分半分ずつの役割になりますよね。そうすると結果はどうなるかというと、結果はもう4分の1以下になっちゃうんです。これは不思議なのか、ちょっと科学的証明がないんですけど、今までの実績というか実感として全部そうなんですよね。なので役割をが変わったコラボというか分かち合いはいいんですけど、役割も半分、全部半分、責任も半分ってやると絶対うまくいかないということがありますと。さてそろそろ昼休みの時間も遅くな終わりに近づいてきましたが、ちょっとここでアンケートを取りたいと思います。分かち合いの法則をさらに聞きたいですか、今のね今日やった質問を実践してみるだけで、今日のコツを実践してみるだけで、成果やね効果は、出ますので、ぜひあのそれをしていただければと思いますが、さらに聞きたいという方は、アンケートだったりコメント欄に聞きたいっていうのをいただけたらと思います。須田さん、自分の中で責任を持つということが大事なのかなとありますが、本当にそうですね。その責任を明確にするっていうのは、その責任を感じれば感じるほど関わり方と動き方、行動が変わってくると思うんです。ただそれだけなんですけど、そこがとっても重要かなと思います。をたくさんの聞きたい、アンケートもたくさんいただいた。ライブ動画の後でアンケート、結果も公開していいのかな、これ。聞きたいという意見が多いので、ちょっとだけ説明をしたいと思いますと。分かち合いの法則をもっとお伝えしたい項目があるんですけど、それどういうものかというと、例えばさっきのカラーセラピーの話のように、僕がねわざわざ資格を取らなくてもすぐに資格を使えてしまうようなものだとか、加藤ひとみさん、夫婦だけで経営するときも考え方一緒です。あとは誰と分かち合いすればいいのかという、ちょっと具体的なところまで今日はできなかったので、その誰と分かち合えば一番こう成果が出るのかというところをお話ししたいなというのと、あとは少しお話をしましたけども、失敗する分かち合いの法則というのはどういうものかというのと、あとは自分の魅力が見つからないっていう方。のためのちょっとコツと、あと実績がなくて自信がないっていう方はね、今日もありましたけど、いやお客さんを集めなくても良くなるってことと、ちょっとこれすごくポイントなんですけど、商品もありませんと、お客さんもいません、私何もないんですっていう人が分かち合いをする方法があるんですよ。これ知りたいですよ、僕は知りたいな。これもちょっとお伝えしたいなと思うのですが、でですね、分かち合いの法則 のマスター講座っていうのを昔からやってるんですよね。でその分かち合いの法則のマスター講座っていうのを、今言ったような具体的なことを学べるので、いつもはねワンレッスンで9800円で行ってるんですけど、ちょっと今日ねライブ配信特別価格っていうのをやりたいなと思っていて、一回やってみたかったんですよね。ライブ配信特別価格、なんと100円
100円ってすごくないすごいと思ってるのは僕だけか。9800円のところ100円、このお茶よりも安い。で、まあ、100円といえども今日話した内容以上のしゃべる時間かレクチャーを行っているので、結構喋ってる僕が見てますっていうのと、これ僕たちが年に2回やってる、魔法の質問認定マスター講座っていうのがあるんですけど、それの場所である明月というところで収録したものなんですが、さっきもお伝えした通り、分かち合いなくして仕事ができないというか活動ができないぐらい、とっても分かち合いの法則っていうのはすごく重要視しておりますので、100円もとすぐに取れると思います。今日はなんで100円でやってるかというと、その昔から100円の商品を作りたいんだと思ってたんですけど、なんか作れなかったんですね。その決済の少額決済ができなくて、でなんか今の時代少額決済ができるようになったので、ちょっと100円の、オンラインスクール、100円オンラインスクール、いいねこれ、100円オンラインスクールを作ってみました。コメント欄の固定コメント欄に、リンクを貼っておりますので、ぜひですね、分かち合いの法則スペシャル講義、これ30分以上喋ってるのと、あとレッスンがですね、8個のレッスンがありますので、実際に取り組むとなるとどのぐらいかかるかな、数時間はかかると思います。で、必ず成果が出るような、考え方と実践できる具体的方法がありますので、よかったらお買い求めください。お気軽にお試しでもね、買える価格だと思うので、ぜひと。カオルさん、マクドナルドも驚き。マクドナルドって今いくらなんだろう。マチコさん、税込みですか。税別だとしても110円です。110円、土井さん、コミュニティ作りのお手伝いを始めたので学びたいです。みんなさん、嬉しいです。ありがとうございます。ということで、100円オンラインスクールですね、ぜひ、こちらライブ配信中のみの限定特典ですので、ライブ配信終わったら元の価格に戻るかな。ですので、あ、でも1時まであと5分だから、もうちょっと1時10分ぐらいまでにしとこうかな。1時10分ぐらいまで100円で買えるようにしておきますので、よかったらお買い求めください。ということで、今日の最後の質問です。と、今日の学びは何ですかと。今日の気づき、学びなど、どんなことでもいいのでコメントいただけたらと思います。ベトナムハノイの風景もちょっとだけだけど楽しめたかな。ちょっとね、冒頭にホテルツアーというか、ホテルをぐるっと回ってきたんですよね。なので、途中から見た方は多分この動画前のところから見れると思いますので、ぜひですね、遡って見ていただけたらと思います。さて、今日の学びは何ですかのコメントたくさんいただいてます。
ゆうこさん、私でも何かできそう。いや、できます、絶対できますよ、これ。千秋さん、分かち合うことの大切さ、ありがとうございます。かいちさん、分かち合いがとても大切だと感じました、ありがとうございます。テイクさん、分かち合いが大事ということで、ありがとうございます。シュウシュウさん、ビジネスがうまくいかなかった時の理由がよく分かりました。ほう、なるほど。なんだろうな、聞きたい。やっぱさ、一人の限界があり、頑張りすぎない。どうもありがとうございます。おかんさん、やっぱり分かち合うことからまで価値はでっかいな。大きいです、これは。ゆうこさん、分かち合いがないとこれから仕事できないこと。そうなんですよ。花ちゃん、責任を持つことの大切さ、後で会いましょう。まやちゃん、責任は自分が 100% のマインドが学びでした。ありがとうございます。まちこさん、対等ではなくて責任が学び。ありがとうございます。ジョイちゃん、責任者をはっきりさせることを教えたこと、ありがとうございます。ともこさん、一人で何でもやらしなくても大丈夫だよということですが、一人でね、しなくほうがいいので、一人には限界がありますからね。スタッフさん、自分ができることを磨くとともに、大事ですね。ともに、自分の欲しいものを明確にする。はい。二つともないです。森岡さん、分かち合いを楽しみます。ぜひ楽しんでください。いろんなことできますよ。ユミさん、分かち合い 50% だと思っちゃう。これ 100% 100% 責任を持つと。ミミさん、分かち合い、ありがとうございます。ゆうこさん、ゆうゆう、個人でも仕事においても大切な分かち合いの法則を深めたいです。仕事でね、本当に使えるのでね、ぜひ使ってほしいです。おかげみつおさん、久しぶり。責任の所在 100% ありがとうございます。リスクさん、分かち合いは仕事に限らず全てので大切ですね。確かにそうですね。平田さん、こちら、ここから分かち合いが生まれると素敵ですね。ああ、なるほど、ここから。そうなんだよね、分かち合いの場を作るといいな。これオンビジネスでやろう。なんて分かち合いすると自分のことも相手のこともよく分かる。そう、自分のことが分かるのがいいですね。中見さん、分かち合い、沖縄のことの大切さを学びました。けんちゃん、集客力、人が集まってくるあり方の価値がますます上がること。そうだよ、これからすごい上がるんじゃないかな。 AI を集客してくんないかな。人がやんない、人の魅力に人は集まってくるから。みどりさん、与えることと責任の度合いの大切さが分かりました。ハズさん、僕ももっとミルさんと分かち合いたい。ハズさん、待ってるよ、分かち合い。マチコさん、尊敬する人と一緒に仕事をしたいと思いました。あ、ぜひね、してほしいわ。トモさん、分かち合うことでお仕事の可能性が広がります。これね、無限に広がるんですよ。ミルさん、ありがとうございます。貼り付けるのって動画終了しないと見えないかも。あの100円のやつ、もう一回僕コメントで、分かった。ということは、ちょっと待ってね。そうか、今ね、僕の動画ウォッチパーティーで見てる人は、コメントがいかないんだ。動画ウォッチパーティーで、ちょっと待ってね。あ、これでどうかな。はい、今やりました。危ない、100円で買えないとこだったね。どこまで読んだかな。あ、はい、香里さんが100円プレゼント貼っときました。香里さん、分かち合い 50% 50% ではないこと。彩子さん、責任 100%。 今日コメント多いな、めっちゃ多いな、ありがたい。恵子さん、自分のことは意外と自分が分かってないと思います。平瀬さん、分かち合いに意識していろいろチャレンジしたいと思います。私の知人に悩んでいる人がいるのでシェアしたいと思いますが、いいですか。もちろん全部シェアして、早速申し込みました。無理しないように着実に進みます。ありがとうございます。お母さん、恵子さん、はい、貼り付けておきました。来ました、貼り付いてないの、リンク来てきました。ありがとうございます。伊藤美里さん、これからここを意識していくことを考えるとワクワクしてきましたと。そして
こっちの方のコメント、マリマエさん、マエさんかな、沖縄から申し込みました。沖縄間もなく行くよ、質問カンファレンスで、あと講演会もあるよ。さてさて、あ、もう1時だということで、今日はね、ありがとうございました、分かち合いの法則、花子ちゃんコラボイベント予定があるので早速実践しますということでね、すぐに実践してるものなの、できるものなので楽しみながらやってみてください。お客さん、自分のできることをさらに磨けます。ちゃんちゃん、皆さんが分かち合いしてくださることは最高のルールモデルです。ありがとうございます。さて、先ほどの100円スペシャル特典はもうちょっと、あと何分かな、10分か20分か30分かぐらいはオンにしておきますので、その後もう多分買えるんですけど値段がちょっと上がってしまうので、今のうちに100円プレゼント受け取ってください。次は台湾からやろうかな、台湾からできたらやりたいなと思いますので、最後にですね、またいつものようにハートマーク、良かったなと思った方はですね、ハートマークをたくさん押していただければなと思います。ハートマークいけるかな、わー、いっぱい来た、ありがとうでは、今日もありがとう、ありがとうございました。